皆さんこんにちは、茅ヶ崎テレビのペンペンです。本日はラスカ6階のビューティー&リラックスブルーさんで人生初のアロマテラピー体験していきたいと思います。はなかなか入れない。体を削るこしないと入れない感じでしたね。あ、そんなに。体験してきました。もう今ポカポカです。最初アロマテラピーってイメージがなんか優しくこうふわふわふわって揉んでくれるようなものなんだと思ってたんですけど、しっかりほぐしてくれました。もう今足がすごいスッキリしてるんですよ。テーマがしっかりほぐして流すアロマということで、もう血行も良くって今体の芯からポカポカになってます。しっかりほぐしてもらえるので、いろいろ凝ってる方もよかったら来てみてください。